公開です。では材料2601本ちょうどですね、3回分ぐらいですね。これ15センチ半分ですね。それで、はい、修理室ですね、はい、で普通はこう入れるんですが、今回はここでひねり合わせますので、このまんまでいいです。で10センチで、このこれを使う。同じ10センチ。バードボディをしておきましょうかね。安定しますよね。はい、10センチ。でこういう感じですね、はい、こういう感じ、ちょっと短め、こういうふうになるんですね。これを埋めます。でこれが何センチかな、センチですね。じゃあここも8センチ、同じ長さですね。それでこれをここに、それでこれを空気を抜きながら、紐状にして、それでここで3センチしっかり、で3センチ同じですね。それでここで反対側に、ここで一回結んでいきましょうね。単純にここで抜けないように、よいしょ、戻っちゃいました。これもう一回、それでこれを引っ張り上げます。ここの中に入れて、で中に入れたいなって感じですね。こんな感じ。それでこいつ横のこれをですね、上に持ってきます。
こういう形の分かりですかね、こういう形、下がこう入ってですね、こんな感じですね。はい、じゃあ、あとはお絵描きをして、はい、ということでベイマックスの完成です。はい、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。